負荷が緊張で下げるけど、実はここでゼロだから、ここしか下げるわけやん。楽に楽に。一回、思いっきり。もう呼吸でいつもみたい。はい。これでもしかね。これやったら全然上がらない。この感じで、ね。はい、吐いて、ふーっはい、こっちに。ちょっと意識。ふーっと。ここに。ここで。はい。ここで。うわー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 例とかもそうやし、だから神なりに利用するっていうのが手振りテブに対して神と思ってでしっかりこの尾脊骨腹からしっかりと利用するだから礼儀も意味がある。だからなぜ体で礼するかっていうのはそういうこと。正座。かわいいじゃん。終わりますか。あ、重い。なんか腹広がってる感じ。そうだ、ここをちょっと、それが自分の立ってる姿勢だ。これだけで落ちねえよ。だから、軽いわけよ。多分、工事からしたら全然軽いよ。でも、じゃあ、実際にこうバックで持ち上げようってった瞬間に落としたら、重たくなる。だから、俺がいつも言うように、自分の力、体重とか、全部内臓とか、全て体重。それをいかに何パーセント使えてますかっていう。じゃあ、それが何キロ絶対持ち上げるわけやけど、結局その力をこっちが3点でついていこうかとか、お互い5やったら工事が絶対ついて、こっちが15つから工事はもう負けるわけ。このまま例えば俺が腰を入れてちゃんとやったら、この感覚と対抗としてこっちがちゃんと常に挑むし、しっかりなんか挑むって言うかと思って挑んだら結局変わるやる。実は重たくなれる。重たくなっていけど、こっちもちゃんとなる。だから、挑むってそういうのから決めてっていう。そう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 。我慢と違う。はい、このまま持ち上げて。この後に OK。はい、リンを落として。しっかりと腹で、腹入れて、呼吸を落として、こっちが入る。結局変わりなくなる。さっきはでも大丈夫でもしっかり腰入れてるから大丈夫。